この番組は室蘭 FM ビュー、インターネット放送、動画サイトユーストリーム、 D ファインポッドキャスト、以上三脚ネットでお送りいたします。心だけはいつも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お相手は私、山田大輔と、もう一人この人、僕が海坊主だよ。どうしたの？体操のお兄さんって爽やかじゃないですか。はいはい。そういうのになりたい。なりたい。なりたい。そういうのになりたい。なりたい。そういう人にじゃないんだ。そういうのになりたい。そういう人にじゃなくて、そういうのになりたい。なんだろうな。僕の将来の夢。あなたが一番子供ですよ。いやだから子供だからこそね、はい、夢を見るわけですよ、体操のお兄さんみたいになりたい、ああいうのになりたい、ね、ですよ。でもどうなんだろうな。あでも MO さんは、はい、あれか、あのお子様には囲まれるか。囲まれますね。ね囲まれますよ。じゃあもうお兄さんみたいなもんじゃないですか。ただね、あそこの爽やかさはないですよ。わかります。僕の場合は爽やかではないわけですよ、うん、ただ爽やかになりたい、うん、夏にね、うん、こう海に行った時にですよ、はいはい、爽やかなね、うん、お兄さんがいたらどうですか。まあいますよね、結構 ね、うん、ああいうのになりたい。じゃあちょっと考えてみましょうか、はい、ビーチに行きました、はい、ウェイボーさんのまずその風貌は、ウェイボーさんのその爽やかな人の風貌はどんなイメージなん、まず。まあ、二手に分かれると思うんですよ、はい、まず一つは、ええまあ、やっぱりこう爽やかなのが合う、 こう日焼けしてない、はい、もう白い肌、はいはい 白い肌のソフトマッチョ的な感じで、もう好青年です。好青年、はい、じゃあちょっと身につけてるものいこうか。海パンどんな感じ。海パン。まあ海パンはじゃあまあ青い感じのね、はい、青い感じのこう海パンで、はいはい、膝丈ぐらいまであるような。ああ膝丈ぐらいありますよね、うんうん、感じの、うん、まあ爽やかな構成に、ほうほう、はい、が一つ、はいはい、もう一つはですよ、はい、もう一つはやっぱりこう夏ですから、はい、こう小麦色に焼けた肌で、はいはい、健康的なですよ、はい、健康的な感じでこうがっちりした爽やかな、はい、白い歯がキランって光りそうな、はい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 、ああいう感じ、うんうんうん、どっちかになりたいんですよ。アクセサリーいきましょうか。上半身、まあ特に顔から上、いろいろあるでしょ、はい、どうですかね。ただね、どうしましょう、なんかつけます。ただ何もつけない爽やかさもあるじゃないですか。はあ、身一つのこう溢れ出る爽やかさってあるじゃないですか。はいはい、そういうのになる。あ、特に何もつけず、はい、何もつけず、はあ、首は首周りは何もつけない。いや、まあ、首周りもさっぱりした何かついてたらいいに越したことはないですけど、うん、何もなくてもいける人になりたいんですよ。何もなくてもいける。サンダルどうなる。サンダルどうなる。つけるの。いや、つける。サンダルつけるの。いや、まあまあそれはどっちでもいいですよ。履いてても履いてなくてもいいですけども、ああまあまあ履いててもいいですよ、 B さんぐらいは。ああそうですか、はい、あの多分ね、あの、はい、特に黒い肌でっていう、はい、歯が、あの歯だけがキラッて光るっていう風に、はい、もしかしたらね、今ラジオ機の方ね、オスマンサンコンさんとか思い浮かぶかもしれないんだけど。大丈夫かな。いや、あのそれをもっと好青年にしてください。多分、いや確かにね、ええ、確かに僕がやったらオスマンサンコンさんみたいになりますよ、スキンヘッドだし、そうそう。だから、うん、そうならないようになりたいの、うん、あ、そうなの。願望としては、うん、そのまま僕がそのまんまやったらそうなりますよ、うんうん、だからそうならないように爽やかになりたいっていうのが一番最初の願望ですよ。あ、はいはい、爽やかになりたい、うん、僕がそのまんまやったら爽やかにならないんですよ、うん、はい、あ、まあね、はい、じゃあどこから手をつければいいんだろうね、エゴさん。僕が爽やかになるにはどうしたらいいですか。逆にどこから手をつけようね。何がどうなったら爽やかになる。これはちょっと今日は特番で2時間でお送りしないとダメじゃないかなと思いますが。爽やかなメンズになるためには。皆様からのお便りお待ちしております。その前にノースアイランドニュースです。ノースアイランドニュース。お
はようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドニュースです。ノースアイランドは今日から新企画がスタート。約8ヶ月ぶりにやってきた海坊さんの宿敵山大国999代宗主悪の帝王ヒミオが北海道制圧を目指して海坊主さんに勝負を挑みます。今回ヒミオが持ち込んだゲーム企画が札幌北広島しりとりすごろく。札幌市白石区から北広島市までサイクリングロードが存在しており、その総延長はなんと20キロ。海坊主さん対ヒミオさんはしりとりをしながら、その文字数分だけすごろくのようにセンターラインの線が途切れるまでを一マスとして先にゴールした方が勝ちというルールで行います。さて、戦いを前に海坊主さんはこれまでのしりとり大会での実績を次のように語っております。しりとり大会の実績は皆無なわけですけれども、これ皆無ですけども、いけるんですか、勝てるんですかね。どうですか。あ、そしてもう一つ、あ、入ってまいりましたね。あ、これを聞くんですね。あ、そうですか、わかりました。戦いを前に海坊主さんが好青年になるにはどうしたらよいのか海坊主さんなりの意見を話してみてくださいということです。それはいらないんじゃないですかねだって僕別にしりとりするから好青年になりたいわけじゃないんですけど。どうですか海坊主さんにどう答えろという、そういったそういったこの台本だったんでしょうか今日からは前代未聞のしりとりラジオ放送、ぜひステレオでお楽しみください。続きをお送りしましょう、どうぞ。みたいになっております、ね、最初、まあ、なんといっても総延長が 19.8 キロと書いているので、はい、まあ、約20キロ。いくつかのステージに分けて対戦を行います、はい、まず白石サイクリングロード編ということで、はい、ここはお送りしてまいります、はい。白石サイクリングロード、こちらはですね、総延長 7.2 キロでございます。結構ありますよ、そんな爽やかに 7.2 キロでございます。爽やかに言いましたよ、支えてございますよね7.2 キロも結構ありますよ、でも 7.2 キロ、はい。で、第一ステージが、はい、札幌コンベンションネタ、ここから、はい、感情夢の橋まで、はい、書いてるじゃないですか、はい、感情夢の橋まで、はい、なんと、あれおかしいな、僕の台本では 2.5 キロって書いてるんですけど 2.6 キロ、100m 伸びましたね、2.6 キロを進みます、はい、センターライン、途切れてるところまでを一マスとして進んでまいります、で一つお知らせです。万が一んがついたら、はい、ですけれども、そのステージ無条件で負けでございますもう次なるステージにちょっとで行きます、はい、それかもう、もう限界だって感じた時にもうつければもう無理って思ったらもうつければいいわけですね。そうですかねギブアップの石や石表示ってことですね。そうですね、実際自然になってしまう、はい、わかりましたというわけで、今回特にお題もなしで、はい、普通にしりとりを楽しみながら進みたいというふうに思いますので、はい、さあではいよいよ白石サイクリングロード編、札幌北広島しりとりすごろくのスタートです。さあではいよいよスタートでございますけれども、それでは主役をお呼びいたしましょう。そうですね、ヒミオさんです、どうぞ。するするけうん、わしの出番じゃない。そうです、よしよし、わしが勝つのじゃ。海坊主に勝ち目がないみたいなこと言ってましたけども、何か秘策的なことはあるですか。それですか、秘策、はい、ないどっからその自信が来るのかいつもわからないんですけどもね。わしはとにかく勝つのじゃ。いや、僕だってとにかく勝ちますよ。よしよし、わしから行
くいや姫さんいいですか、なんじゃわしから行くじゃないんですよ、これ結構先行後行大事じゃないですかあれ何あっさり自分から先行で行くぞみたいな何がじゃこれ先行後行は大事でしょ、何がじゃ先にゴールした方が勝ちなんですよね、そうじゃな、感情夢の橋じゃな、最初そこの橋を渡り切ったところがゴールじゃ、ならね、先に行った方が有利なんですよ、何がじゃ、いや、まあそういう考え方もあるな、はいはい、うん、じゃから、わしから行くもう何を言ってもダメですね、この人はねじゃあ分かりましたよ、じゃあね、姫尾さんから行きましょう、じゃあわしから行くぞ、はい、じゃあわしは、しりとりのサイクリングロードで行く、しりとりのサイクリングロードって意味わかんないですけどだからやっぱり有利でしょ、最初にやった方が、さあ行くか、だいぶ行くなもうこれわし録音機材いるな、最初の方がだから絶対有利なんだからよし行くぞ、何を考えてんですかあとは貴様に任す、分かりましたよ、よしよし、じゃあ行くぞ、さあ、いいグルーって行くからな、はい、あとは任した、じゃあなもう、突破始めから卑怯な手を使う姫尾さんです、さあ、いいグリングロード8文字ですよ、だって8文字はやばい、あれ、これ皆さんね、あの結構間離れるので、まあ、1マスがね、だいたい3メートルから5メートルぐらいの、1マス距離でございますので、まあ今8文字なので、もう40メートルぐらいで、最初ね、コーナーがあるので曲がってるんで見えなくなるわけですよ、で、見えなくなるとお互いで、携帯でメールでやり取りしようということになったので、もう早速、これは携帯でやり取りになりますね、なので最初はサイクリングロードでございます、8文字、姫尾さんね、もうしりとりのサイクリングロード、しりとりのリートがじゃないんですね、もうサイクリングロードでいきます、では、僕はじゃあどうかとですね、ではトマトジュースでいこうかな、トマトジュース1、2、3、4、5、6、それか1、2、3、4、5、6、土壌すくいってどうだ、土壌すくい1、2、3、4、5、6、うん、どうかとですよね、どうかと、お、灯籠流しとかどうすか、1、2、3、4、5、6、7、よし、5、灯籠流しでいきます、では灯籠流しでいきます、さあ進んだ、おさあ進んでおります、長いですね、どこまで来るんでしょうか、結構来たか、今3マスぐらい来ていますね、何が来たんでしょうか、ガシッ、どうだ、灯籠流しです、灯籠流し、はい、灯を使ったんですね、灯を使いました、はい、そうですね、濁点がついた場合は、はい、濁点なしの場合でも大丈夫ということで、結構、今度でしたので灯籠流しであったようですね、灯籠流しでございます、2マス手前まで来ました、はい、つまり7マス進んだということですね、サイクリングロードですからね、なんじゃあいつはもしでも1つでもいいか、そうですよ、よしよし、死じゃない、はい、よし、し、し、そうじゃな、わしの好きな言葉、しかばねでいくぞ、どんな言葉を使ってんの、しかばね、し、か、ば、しかばね4文字、4文字進んだぞ、しかばねで4文字あ
ちょっと遠くなったな。ねでございますね。ねですので、でも4文字でもやっぱり、ね、今大きいカーブがあるので、もう結構向こう側にいるんですよね、姫尾さんがね。屍屍ですか。じゃあ猫じゃらしで行こうかな。よし。ねえ、こうじゃらし、どうすか、猫じゃらし。猫じゃらしで来ました。猫じゃらし、なんじゃ、近いな。人も人も捨て前じゃないか。し、し、し、またしか、またしか、し、司会者で行くぞ。我々の次やじゃぞ。我々のお仕事の司会者。し、司会者ですから、いや。またコーナリングがあるんで、姫尾さんが見えなくなりましたけれども、司会者ということで、嫌でございますね。小さい嫌じゃなくて、いや、嫌ですか。ここじゃもうだいぶ進んだな。さあ山田大輔でございます。今鬼坊さんがこの後一つ言いますので、距離がまだほとんどついていませんね、差がついていません。今ちょうどコンベンションセンターの横、駐車場の横を歩いています。もうスタートから100メートルぐらいは来たでしょうか。100メートル手前ぐらいでしょうか。さあ海坊さんが近づいてきました。もう逆転か。ローおーっと姫さんを超えます。姫さんないと姫さんを超えました。焼きとうもろこし、焼きとうもろこし、はい、なんとなんと大山さんが2マスの差をつけています。逆転です。2マス差つけました。またしか。そうです、私です。焼きとうもろこしの貴様、喧嘩を売ってるのか。しずめで言っております。わしの好きな言葉いくぞ。あ、好きな言葉来てください。自然破壊。まあ、確かに、ね、わ悪の奇妙さんっぽいですね。自然破壊。まあ、悪の奇妙さんらしい言葉が出ました。自然破壊、自然破壊ということはいいでございますね。いいはいいか、自然破壊のいいでございます。さあ、ここまで来ると、結構まっすぐの道になりまして、まあ、少しカーブがあるんですけれども、見晴らしのいい景色となっておりますので、まあ、姫尾さんも、今のところ 1,2,3,4 マス離れておりますけれども、全然見えるような状態となっております。では、いいで行くとですよ、イスタンブールで行こうかな。いいすーたーんーイスタンブールブーなんじゃつるで、さあ3マス差をつけました。イスタンブール、そして姫尾さんが、さあ姫尾さんはあっさり超えて今3マス先に行きました。距離はだいたい10メートルぐらいでしょうか。先行の方が有利だし、なんなら最初サイクリングロードで始まったんで、結構な差が、ついておりますので、まあ、結構なね文字数を稼がないと差がつけられません。今のところ3マス差でございますけれども、さあ、イスタンブールやっと、シバリから、抜け出た姫尾さんでございます。シバリから抜けた姫尾さんね、でもルも結構ね文字数少ないでしょう皆さんね。次はルー縛りとかできたらいいなと思うんですけども、さあ3マス差でございます。さあ姫尾さん、ルです。イスタンブールの次ルです。ルル
ルームライト。ルーレット。ルーレット。ルー、君はさん、ルーレットですか。ルーライト。ルームライト。君尾さんはルームライトを選択しました。さあまた3つ差、になりました。とですね、とルームライトのとでございます。とじゃ、さあ君尾さんがルームライトを選択しましたので、その時点で北広島駅まで 19.5 キロという表示です。これルームライトのとっていうことは300メーターぐらい進んだということなんでしょうかね。とっていいんですよね。これね、僕ね、とですよね。じゃあ投球練習でいこうかな。さあとずー300メーター地点です、まだ。さあ、ウオさんは投球練習。投球練習、これは長いぞ。レー横断歩道。横断歩道。横断歩道を越えてきました。レーです。投球レーまで来ました。うーん、ウオジさんが横断歩道を越えていきます。投球練習。さあ、シミオさんどうするか。投球練習でございます。札幌コンベンションセンター、ね、ちょうど今横に来ています。横断歩道があるので遠く感じますけれども、300メーター地点。ウィボーズさんとの差は1、2、3、4、5マス先にウィボーズさん、シミオさんが5マス後ろという状況です。4か5マスぐらいウですですね。ちょっとそうじゃない、間が空きましたけれども、間が横断歩道ありましてね、だいたい約これ10から15メーターぐらい、運転免許試験場、ね、じゃ長いぞ、横断歩道渡るぞ、運転免許試験場じゃ名でしょ。あ、そういうのでいきますか。キー運転免許試験場。これで一気に何マス差になるの、これ。これは一文字間違うだけで大変なことになりますね。おお、だいぶ離れたな。さあ、ミオズさんとの差が今1、2、3、4、5、6、8マスですね。運転免許試験場、これ、まあ50メーターぐらいでしょうかね。ちなみに第一ステージ、環状夢の橋までは 2.2 キロ、残り 2.2 キロという表示を超えています。まだ2キロある戦いです、第一ステージ、ちなみに時刻は午後1時です。この後の戦い何時間かかるんでしょうか。今回はここまででございます。いかがでしたでしょう、前代未聞のしりとりラジオ。本当におっさん2人がこうね、はい、しりとりをしてるだけですね。え、そうです、ラジオ的にはもうそのままです。しかもね、本当ね、一マスの距離が結構あるんで、はい、走るんですよね結局ね。一マス移動するだけでも結構距離が空いてるんですよ。2メートル3メートルぐらいありますよね、一マスで。はい、ですから本当あれスポーツですね。スポーツですよ。サイクリングロードを若干軽く走ってるんですよね、はい、しかも気温がこの日ね、30度近かったんでね。いやーもうね、2人して真っ赤っかになって、もうそれこそ僕オスマンサンコンさんですよ。次の日とかもう、はいはいはい、もう今ね、今シーズン、そうだ、今シーズンもうすでに脱皮1回したんですよ。ダピってのは頭の皮がね、はい、むけたってことね、はい、そうです、したってことね、そうです、日焼けして、はいはい、もうだっていつものシーズンだったらこんな6月のこの早い段階で1回してないと思うんですよね。あ、そっか。いや僕もね、はい、鼻の頭の皮むけましたね、はい、確かに。いやいや、今年は早かったですよ、だからこれがあって、はい、まあ暖かい日がね、はい、続いたっていうこともあるんでしょうけれども、はい、いやー、これから先
ね、ずっと皆さんあの右からしりとり左からしりとりのステレオ音声続きますよこれでも皆さんも考えながらちょっと聞いていただけるとね、まあそうですね、面白いかもしれないですね。ゲームですからね、はい、やっぱりどの年代も楽しめる、はい、そんな放送になるんじゃないかなと思いますので、はい、でまあ、ラジオでこういうことやるのも珍しいかもしれませんけれども、ね、はい、ぜひあのステレオ放送フルに、はい、活用していただいて、はい、そうですね、でイヤホンなどで、はい、ヘッドホンなどで楽しんでもらえたら、両側から聞こえてくるわけですよ。ねえ、ひみおさんがまあよく喋る喋ってますねだ途中山田大輔さんもね、はい、しっかりと解説をしながら行っておりますので、はい、で白石サイクリングロード編ということで、はい、まずは 7.2 キロの戦いですから。そうですね、 7.2 キロしりとりですよ。長い、やったことあります皆さんまあないでしょうね本当やってみてください皆さん。これね、ほんと壮絶な戦いになりますから皆さん、これからね、後半になればなるほどなるほどまさかあんなことが起きようとはって感じですよ本当にまさに壮絶しりとりバトル、はい、どうぞご期待ください、東札幌から環状夢の橋までという第一ステージは 2.6 キロ、 7.2 キロのうちの 2.6 キロまず、はい、ここで勝敗を決すると、はい、いうことになっております。果たしてどうなる。序盤は氷見さんが8マス差でリードという状況です。そうですね、だいたい20メーターぐらい離れてますね。離れているもう、はい、ですから早くも当然ね中継機材がいるみたいな、はい、そういうことになってますからね状況になったわけでありますが、はい、さあ果たして今後どんな展開になるのか、まあ、来週以降もね、はい、ご期待いただければと思いますけれども、あ、もちろん来週までぜひね、まだまだ夏はね、はい、これからということになりますので、そうですね、海坊主さんの、はい、まあ、好青年になるにはどうしたらいいかのメッセージもそうですね、でもこれからなりたいわけですからね、はい、夏に間に合えばいいんです、はい、今年の夏はね、ね、はい、好青年になりたいので、ね、はい、ぜひ皆さん、お待ちしております。お待ちしてますなんだこれというわけでノースアイランド、また来週です。相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。また来週お会いしましょう。さようなら。